スノーボードに使える技をドライブを紹介しようと思います。紹介ハウトゥーしようと思います。ドライブ、まあ、レールとかボックスとか雪の上とかでやると思うんだけど、スケートボードでもドライブってやって、まあ、こうちょっと浮かしてギュイッ、でこれやる時のコツは、まあ普通にスタンスは置いといてテールにちょっと重心かかるようにしときます。そんで、テールの、まあ、バックサイドの場合、つま先をちょっと踏みながら、イメージはこのつま先のウィルを滑らせてでやります。そんだけです